西の湖という湖はご存知ですか？滋賀県近江八幡市安土山のふもとにある琵琶湖最大の内湖で、周囲 2.8 キロ、面積は222ヘクタールです。琵琶湖には、戦前には40余りの内湖がありました。しかし、これらの内湖は、工事への転用のため次第に干拓されていき、中野湖をはじめ須田内湖や伊庭内湖など多くの内湖がその姿を消しました。小中野湖は昭和17年に、中野湖は同21年に干拓工事が開始され姿を消しましたが、西野湖は洪水調整池と背後地の用水対策のため残されました。画面の中央に川のように見えるのが西の湖の入り江で、それに沿って伊庭丸山線が走っています。この付近を大中の堤防と呼んでいます。その先にあるのが大中の干拓地です。約5キロ先が琵琶湖です。西の湖の周辺には広大な吉群落が広がっています。琵琶湖は北湖と南湖を合わせて156ヘクタールに対して、西の湖は 94.6 ヘクタールと、ここだけで琵琶湖全体の 60% 以上を占めます。この吉群落は同群落を含んだ水郷地帯の一部が重要文化的景観の全国第1号として選定されるなど、水郷景観の重要な要素になっています。また魚類や鳥類などの多くの動物の生息地となっています。西の湖は国際的に重要な湿地として、すでにラムサール条約に登録されていた琵琶湖の登録範囲を拡大することで2008年に追加登録されました。中央に広さ 2.5 ヘクタールの畑が見えてきました。ここをゴンザと呼んでいます。ここへはタブネでないといけません。純米吟醸ゴンザという日本酒のお米が作られています。この西の湖の水は、右に見える長明寺川より琵琶湖へ注がれます。右の集落が丸山町です。中央の山は八幡山です。1585年豊臣秀次により八幡山城が築城され、その際に八幡堀とともに城下町が作られました。秀吉の跡継ぎになりましたが、1595年謀反の嫌疑をかけられ自害に追い込まれました。中央に見えるのが西の湖園地という公園で、近江八幡市民の憩いの場所です。野鳥の住処ともなっています。広くて自然を楽しめるのですが、駐車場が見当たらないので、車を止めるときには苦労します。
この川は蛇砂川です。東近江市の旧永源寺町地域に発し、近江八幡市で西の湖園地から西の湖に注ぐ川で、全長約 33km。 下流部には長明寺川と名前が変わり、約 4km 先が琵琶湖です。西の湖は淡水真珠養殖として、イワパールが池町外により行われていました。一時期中止しましたが、現在はまた再開されているようです。中央に見える緑の一角は吉原ではありません。安土町上楽寺の水田です。本室湖、二五六舟などの稚魚が水田に放流され、水田の水を抜くときに育った稚魚が川に流れ落ち、西の湖から琵琶湖に入り成魚になります。田んぼの活用が期待されています。上楽寺の吉原です。毎年4月第1土曜日に佐々木祭りが行われ、松明が奉納されます。その松明はここの吉原の吉が使われ、その松明を上楽寺会館により約1キロ先の佐々木神社まで4時間かけて練り歩き、その間に手桶踊りと呼ばれる二人の踊り手による独特の踊りが見られます。山本川です。水源は衣笠山のふもとです。県道2号線と交わる付近には上楽寺港という昔の港があり、明治22年ぐらいまでは蒸気船が走っていて、この絵図には上楽寺能登川八幡大津の時刻表が記されています。正面の山が安土山です。安土城は天正4年1576年より3年の歳月をかけて完成しましたが、天正10年本能寺の変で信長が自陣し、6月14日から15日にかけて炎上してしまいました。そのお城の位置はこの付近となります。赤い屋根の建物が西の湖ステーションという休憩所です。ここでは軽食、貸し館、イベント会場、西の湖遊覧船などの案内などを行っています。この施設は西の湖にとっては重要な拠点です。手前に見えるのが吉切の池です。ここでは安土川の水を浄化して西の湖へ流しています。それとここでは毎年9月に西の湖の吉を利用して西の湖吉明かり展が開催されています。募集していますので、参加されてはいかがでしょうか。どのような状況なのか中を見てみましょう。
西の子よしあかり店は2007年から始まり、2021年は第15回となり記念冊子を作りましたが、第20回は安土城築城450年と同じ2026年です。吉原を維持していくために、よしをいかに活用して商品開発などにつなげていけるかです。子どもたちが環境を考えたり自然に親しむことを通して、よしの活用などを考え、過去から残されたこの吉原の自然を次の世代に引き継いでいかなければなりません。出発地点の吉原に近づいてきましたので、高度を下げていきます。吉狩りは毎年2月にこの辺で行われています。3月の末には吉焼きが行われ、この緑の平原は真っ黒になりますが、皆さんは想像できるでしょうか。3月の末に吉焼きが終了した直後です。まだ煙も見られます。西の湖は春、夏、秋、冬と吉原の風景は変わります。4月の末には吉切りが飛来し、6月の末には卵からヒナが帰ります。周辺一帯のツバメはここに集まり、吉原はねぐらとなります。まさにここは自然の宝庫です。出発地点に戻ってきましたので終了いたします。見ていただきありがとうございました。